本日は宿シリーズ、宿シリーズですね、大好評の天塾本日になりますね。レベンです。で今日は、ちょっと宿全体を撮影できるということなので、ちょっと紹介をしていきます。どうぞ、はい、どうぞ。階段がたくさんあるので何時で握手とか。やりたいだけだな。それ好きっすね。やりたいね。ここでちょっと階段、階段が少し急なんで、階段は多めですから、あの膝悪い人ちょっと気をつけてくださいね。トイレがありますね。ポンポンと、はい、ちょっと試して、はい、どうぞ。本陣、じゃあ再開の方に。ここをね、ちょっと呼吸ですけれども、登りながら来てください。一部屋ありますので、全5部屋ありますので、はい、全部紹介していきます。3階に1部屋です。まずここですね。はい、これは最高の部屋ですね。どうぞ。はい、これはすごい。はい、ヒノキのすごいですよ。ヒノキの香りが。一応オーシャンビューとなっております。あら、一応ね、オーシャンビュー。一応3階でもオーシャンビューです。あ、ビューだね。ビュー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 。ちょっとちょっと。なんなの。ここでも寝れます。そう。ここでも寝れます。それがマッサージ機になりますね。マッサージね。はい。首。やば。結構強いです。いい。いい。いいです。あ、待ってください。ちょっと待ってください。おら、アイアンマンいました。何それ。アイアンマン。それ何？目のマッサージ。このマッサージ？はい。すごくない？これですよ。これよ。ボタンは？どこにあるのボタン？待ってよ。ちょっと待ってください。あの、なんか鳥のさえずりも聞こえますけど。リラクゼーション音楽が流れるらしいです。ちょっと待って、これすごいよ。なんか順番にすごい。すごいすごいすごい。いいんだろうね。でこれは宿泊者の人は自由に使います。すごいね。これ価値あるよ。すごいわ。じゃあ次行きましょうか。そのあ、これはそれはちょっと戻します。次ですね。これはドクターエアっていう会社が、はい、ね、え、アイアンマンありました？このドクターエア。ありますあります。あら、こっちですよ。はい、すいません。はい、あら、はい、いえ、こっち リーファ軍団があるから、この工程で、もうこの辺は使い放題ですね。リーファで、この無添加の P に優しい一番いいやつ。一番いいやつ。これは出せないよ。一番いい。北海道です。これ最強ですから。一番いい。どこに注目してんだよ。ここです。これはもうすごいよ。え、これは何？何型？自由型？黒い？何の時のやつこれ？それは。どこに飛ぼうの？これよ。まあそれだろうね。これよ。最高ですねこれね。すごいね。行こうか次。はい。こんな感じです。こんな感じです。3階はこんな感じですね。はい。はい、次4階。401です。基本的な構造はちょっと違うけど、内容はほとんど3階と一緒ですね。そうですね。部屋の形がちょっと違うんで、ね。錦がありま す、はい、いい。波動が違うよ、これは。なんか、ちょっと待って。どうぞ。なんか、ね、これ見つけるの早いですねそれ。無言で来ないと面白くないのよ。ここもオーシャンビューです。さっきよりも全然レベル高い。1個ね、やっぱあの1個高いからね。ちょっとじゃあ星を取って。4階なんで、あーだいぶ奥の方まで、うん、少し良くなってますね、高さがあるんで。そうなんだ。ここがうわっ、これはまた、あ、なんかこれ、え、上から見えるとこ、
あ、ちょっとやろう。あっちの奥がもうデッキじゃん。で基本ちょっと形はいろいろ違うけど似てるというかね、同じような感じで最高だよね。ああ、もうと整い椅子もあるから、整い椅子がここに。あ、整い椅子、ね。整い椅子。サウナじゃないんだよ。これはでも気持ちいいですよ。まあ、太鼓の音も聞こえてきますよ。ちょっと待って。いや、俺、ここ一人でお風呂入ってこれ聞いてたら、カットカットです。はい、次行きます。何やけど、トイレがさ、トイレが、ちょっと部屋から離れてるのかね、これね。そうですね。平沼がうんこするときにブリブリの音が聞こえなくていい。気にするから、それ。ここ使おう。5階はそれで3部屋ありますんで、回っていきますね。501。でも全部屋やっぱいいよね、このダブルベッドで。しっかりと。大丈夫俺のコメント。色が違う。ここもちょっとトイレ距離あるんで大丈夫です。これブリブリマン大丈夫？大丈夫です。ブリブリマン、トイレね。あ、お風呂ね。これがすごいですよ。いいか、ビューがもう、はい、これ多分聞こえるでしょ。この部屋が一番景色いいんじゃないですかね。うん、そうだね。でもあっちもいいんじゃない。でもやっぱこの雰囲気とこの松井の音聞いてたらカットカットなよ。はい、じゃあ次行きまーす。に行きまーす。大体でも作り上がってんだよ、これ。天然の足つぼマッサージもついてるんで、ここ、話してあげてください。ここ。天然の足つぼ。ちゃんとした宿でしょ、ここ。ここは、俺らがふざけて、めちゃくちゃちゃんとした宿です。すいません。はい。先ほどからずっと普通に来てますけど、皆さん、この、隠れゴールドコイ、ゴールドコイ探してくださいね。これミッキーみたいに言わないですか。隠れゴールドコイ、コイがもうちょっとわかんない。隠れゴールドコイ。コイ最後エドウィンですね。エドウィン。おー、あ、エアコンもついてる。このまま最高ですね。ちょっと待ってください。ここうちの玄関より広いです。オービンがね。ここで最高だね。最高だ、これ最高だ。ここは天空が上がらないんだね。場所多少ビュー多少違いはありますけど、ほぼ同じです。結構ビュー、うん。ビューって言ったら見えないだいぶビューだね。で今コロナとしても撮れてなかったし、うん、あ、すごいビューだ。ビューだね。ちょっと怖いです。撮ります。これはビューですよ。こんな感じで5部屋、まあ、どの部屋もやっぱクオリティが高いです。高すぎます。ちょっと高級なんで、彼女もね、奥さんとかちょっと喜ばしてあげたいなっていう人にはもうめちゃくちゃおすすめです。椅子止まりなんで、食事とかはでも下町めちゃくちゃ美味しいとこたくさんあるんで、それはホテルのフロントの人に聞いてください。よく知ってますから、ここに行ってここに帰ってくれば十分です。帰りファミリーマートでストロングゼロ買ってください。十分です。太鼓の音聞きながらの、うわー、ほらたまらんでしょ。屋上はまず景色がいいんですけど、まあ、このキッチン、鉄板2台と、まあ、洗い場とあって、まあ、ここでパーティーできます。貸し切りの人はね、最高ですよこれ。やっぱこういう高級な宿はいいですね。気持ちがね、高ぶるというか、疲れてリセットするときにも大事ですね、うん、都会のね、喧騒に離れたい人はね、近いからね、それが一番いいんです。みんな田舎行きたいってなるけど、ちょっとやっぱ長野とか遠いなとかあるじゃんね、うん、ここ東京から1時間ですから、すぐに来れる。でここは混んじゃうんで先に言っときます。週末まず基本的に結構混んでます。で夏お祭りの時期とかいろいろ混みますんで、もうほんと早めに予約した方がいいですよ。早めの予約が本当に取っとかないと、おい早めの予約が、ね、ということなんでね、これ、はい、MF チャンネルを見たで、恒例のね、コロナビール、プレゼントさせてもらいますか。恒例のね、恒例の、
だから夫婦できたら夫婦2人にコロナビール1本ずつプレゼント。ちょっとこの宿に合うかどうか分かんないですけど、我々からのお気持ちとして、うん、その MF チャンネル見たでですよ、コロナビールを1本ずつね、夫婦できたら1本ずつとカップルで1本ずつとプレゼントしますので、ぜひ早めに取ってね、予約ね、本当に埋まっちゃうんで。ということで今日は本陣紹介動画でした。じゃあ降ります。